明日の天気をお伝えしていきます。日本海側は広範囲で雪となりそうですね。はい、今日も雪のエリア多かったんですけども、明日について少しエリアは狭まってきますけども、はい、まだ雪続きそうですね。はい、各地の降り方など見ていくといかがでしょうか。はい、まず明日の気圧配置の方で見ていただきますと、冬型の気圧配置がまだ残っております。北海道日本海側など初めのうち吹雪いたりといったようなことはありそうですけども、夜の気圧配置を見ると冬型は解消されております。ですので明日については、雪降り続くエリア、気圧配置的には少し分かりづらいんですけども、はい、こちら日本海上の風の動きに注目をしてみますと、ちょっと動きが複雑になっております。はい、地上付近の風の動きを見ていただきますと、日本海西部では西寄りの風、また日本海北部も西寄りの風がになっておりますけども、中部のあたりでは少し広がるように風のぶつかり合いというのが特に日本海西側で起こりやすくなっているということになっております。はい、このため明日なんですけども、雲の動きの予想で見ていただきますと、基本的には日本海上にある筋状の雲どんどん減っていくんですけども、先ほどの風のぶつかり合いのラインに対応した雲の帯というのがずっと夜にかけて残る予想、特に北陸方面、新潟方面などこれによって雪、一時雨になったりしながらも強弱を繰り返して続くことになりそうです。はい、明日の全国の予想マップの方で見ていただきましても、金沢、新潟などは雪の予想、そして秋田から北のエリアでは初め雪が降っていても基本的には回復傾向ということになりそうですので、特に北陸から東北南部日本海側にかけて雪の量まだ明日の日中も続くだろうというふうに見ていただければと思います。はい、詳しいお天気はアプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。